はい、皆さんこんにちは。こちらの Apple Watch も日本時間だとあさって16日の午前2時のApple のイベントで発表されるのではないかと言われていますが、今日はね、こちら Apple Watch について2020年の新しいもの、どんなものなのかについて今分かっていることをまとめたいと思っています。はい、ということで、まず確実に言えるのは、8月26日にユーラシア経済委員会という、端末なんかを、管理する、東ヨーロッパやロシア中心とした機関ですけどね、そこに Apple Watch が8つ登録をされたということで、これが今までなかった品番だということなんで、何か出るということは間違いないです。そして、こちら9月8日の 9to5Mac によると、アップルはこのイベントにあたって YouTube でもライブストリームをやるそうですが、こちらのライブストリームの予定のところにメタデータが入っていて、そこに Apple Watch シリーズ6というのが文字としてあったということで、こちら Apple 自身もシリーズ6という言葉を使っているということが確認できると思います。で、あとは新製品に直接は関係ないですが、日本では2年遅れの9月4日に、こちら公益財団法人医療機器センターというところに、この Apple Watch とは書いてないんですけども、心電図、心電計の、プログラムに関する、このアプリケーションが、医療機器認可が下りたということでですね、このあたりが事実としてあるという感じですね。そして、9月8日のマクルーマースの記事では、このイベントでは、こちら、この記事自体はね、iPhone がないかもっていう話なんですが、やはり iPad と Apple Watch のイベントではないかという説をですね、結構何人かの、ツイートなどを引用して、紹介しているということで、Apple Watch が発表されるというのは数多くの、リーカーの方や記者が言っている説なんですね。そして、9月11日、これ、15日のイベントの予測記事のアプローチ部分を 9to5Mac で確認しますと、1つ目はシリーズ6、形状デザインはシリーズ5と同じ、そして新しい仕上げや色やケースや素材や、バンドの可能性はあるとしています。そして、心電図の機能が改善されるのではないか、そして血中酸素レベルの検出ができるようになるのではないかという、それをこの 9to5Mac が iOS の14から痕跡を発見しているということですね。心電図は心臓病を未然に発見する手助けをしたり、あとは血中酸素レベルについては肺炎状態なんかが、分かる場合があるみたいですね。そしてフォースタッチの廃止で、これについては OS7 自体がそうなんでね、このシリーズ6についてはハードも削除する可能性があるとしています。ただ、空きスペースの使い道はわからないとしているわけですね。それと OS アップデートだけでなくて、ハード面でより高度なスリープトラッキングができる可能性があるとしています。で、この記事においてはシリーズ3の代替品についても言及していまして、ブルームバーグの報道を引用して、シリーズ3の代替品ローコストウォッチについては199ドルからとしています。で、記事の予測においてはですね、 S3 チップから S4 か S5 になるという形のことを書いていて、で、あとはこれツイッターのリンクからシリーズ4、5のデザインに近いんじゃないかとしていますけども、 ECG 心電図はなしの可能性、そして転倒検知機能はあるんじゃないかなんてことを語っていますね。で、これね、9月3日の段階ではこのシリーズ6について分かっていることという記事が 9to5Mac でありましたが、ここではそのローエンドの噂、一番下の行ですね、これはシリーズ3の筐体を使うという説があったわけですけども、どうも風向きが変わってきています。というのも、9月11日に、このリークを連発してくださるジョン・プロッサー氏が、ツイートをしていまして、結構詳細書いてるんですよね。コードネームなんかも入ったりしてて。で、9月15日のイベントで来るものとして、これ仮称でしょうけどね、Apple Watch SE っていうのがあるんじゃないですかと言ってるわけですね。で、それが 40mm、44mm、それぞれ GPS とセルラーモデルがあると。で、そしてここでもシリーズ4デザインを採用しているというね、ことを言っていまして、で、ただ常時表示はなくて心電図もないんじゃないか、
で M9 チップって、まあ少し前のモーションコプロセッサーなんですけども、まあ、これが入るんじゃないかとしています。そしてエンジニア向けの資料には、まあこちら Apple Watch というのと Apple Watch Pro というものが記載されていますということで、ただし最終のマーケティングメーカーは不明ですとね、しているわけですね。で、まあ同じように、Love to Dream さんも、まあ、こちらツイートを3つほど出していますが、9月13日。で、これによると、アプローチの新色っていうのはね、あるよなんてことを言っていますね。まあ、そして、まあ、記事ではね、他の情報も加味してブルーと予測しています。で、あとは急速充電 for Apple カッコみたいなね、まあ、わざと曖昧な感じにしていますけども、まあ、これ、この Apple Watch のことじゃないかと記事では、推察しています。なぜなら、この睡眠の追跡機能とね、絡めると、この高速充電がね必要になってくるというねことだと思いますとしていますね。で、あとは9月15日にオンラインという、まあ、つぶやきもしていまして、ただ製品記載はなかったんで、まあ、この記事ではイベントで発表される製品全般ではないかとしていますが、まあ、Apple Watch が発表されれば、まあ、すぐにねオンライン発注が可能になる可能性があるというねことなんですね。で、あとは、ま、遡ること3ヶ月前ですが、これ5月27日ですね、レディットというところが製造メーカーからのリークとして、シリーズ6用の新型バンドとしてね、扱っていた写真があるんですね。で、なんかこれレザーループみたいなものなんですけど、まあ、今のやつとね、ちょっと違って、なんかこの端っこの部分がですね、縁が、これ、閉じられてるんですよね。で、まあ、耐水仕様ではないかという憶測が結構テック系メディアではあったということで、まあ、ただまあちょっとパッと見がなんかあんまり正直かっこよく見えないんで、写真からでは。なんでまあちょっと信憑性は怪しいなと私も見ていますが、まあ各メディアの記事も若干、怪しいとは言っていますが、まあこれはわからないですよね、どうなるのか。あとは小売り側からもね、ちょっとポロッと出ちゃったニュースがありましたけど、これターゲットってね、アメリカの小売り屋さんですけど、ここがね誤ってシリーズ6っていう文字の入った広告を公開しちゃったっていうことでですね、まあ、この週刊広告を出してるそうですが、まあ、それの仮スペースに、ニュー iPhone っていうのと Apple Watch シリーズ6というのを、まあ、仮で入れたものをうっかり公開しちゃったってことでですね、まあ、これはまあ広告をデザインしていくにあたってですね、まあ、この仮に入れていたものなんでしょうけども、まあ、これ記事によるとあくまでも噂に基づく仮の制作で、まあ、この理由としては写真が新しいモデルではないってことを挙げてるんで、まあ、この小売屋さんについても、まあ、詳細情報を伝えられてない可能性があるってことですよね。まあ、あとは知ってる人が限られているという可能性があるというところですが、まあ、ただシリーズ6というものの存在が、まあ、この、まあ、一部の人たちにはね知られているということがね、わかるのかもしれません。で、ちなみに公開されているウォッチ OS7 についての情報ですけども、まあ、主な特徴こんな感じで、基本的にはねシリーズ3以降のユーザー誰でも無料でアップデートできるわけですね。で、まあ、大きな機能はウォッチフェイスのカスタマイズ向上ってことで、まあ、こちら公開したりとかね共有できるってことで、もう一つは睡眠のトラッキングアプリ、これが純正で出るなんてことでですね、まあ、このあたりについては新機種でなくても使えるということですが、ただし、ウォッチフェイスについては、シリーズ3の画面サイズだと、まあ、使えない文字盤も今まであったんでね、まあ、そういう面では、今度の新機種2つともシリーズ4以降の画面の大きさになるというのも、まあ、自然な流れではあるようには思えますよね。で、現在のラインナップこんな感じですけども、まあ、これがどういうふうに変わっていくかというと、まあ、このようになっていくんじゃないかと、まあ、噂をまとめるとこうなっています。まあ、これ現時点でね、すべてが確定ではないってことで、まあ、唯一確定なのはユーラシア委員会に、まあ、新機種が登録されているということだけなんですけども、まあ、シリーズ5はシリーズ6と呼ばれる可能性が高いですね。まあ、一説によると技術資料にはプロと呼んでいたなんていう噂もありますが、そしてシリーズ3については Apple Watch という名前になるとか Apple Watch SE になるんじゃないかという名前もありますね。まあ、そしてこれは両方ともシリーズ4、5の外観デザインになってくるというねところで、まあ、やっぱりねこれ一番気になるのはこの9月15日現地時間ですぐにオンライン販売がね開始されるのかどうかというところ、まあ、通年でいうとこちら
ウォッチの方はですね、数日置いてからの発売になっていたわけですけども、実際どうなるのかなんていうね、ところですね。まあ、そしてあとはね、シリーズ3が、これ新しいものに変わって、まあ、ローコストのもの、これがシリーズ4、5デザインっていうのが、まあ、果たしてね、これ高い方を買う人にとって、まあ、どういう気持ちになるかというのもね、これ消費者心理難しいところですよね。まあ、おそらくこれ色とかね、素材は限定的にして、アルミのみにしてくると思いますけども、アルミのシリーズ6と、まあ、性能差はあっても外観が同じというのはどうなのかという部分はね、出てくるんじゃないでしょうか。まあ、いずれにしてもね、日本時間16日の午前2時のイベントでね、発表される可能性が高いです。まあ、答え合わせはそこになるのではないかと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。